世界を舞台に高め合う二人のスケーターの物語。コラントってプレゼンツショーマグラフィティ宇野昌磨の引力。北京オリンピックを共に戦った宇野昌磨と鍵山優真、世界のトップスケーターとなった二人は互いをこう語る。見習うところばかりだなって、ジャンプに関してもその質を上げなきゃいけないって思わせてくれたのも優真くんですし、一緒に練習していても、そして同じ試合に出ると改めて感じさせられます。もう刺激しか受けてなくて、表現力の部分がズバ抜けてうまい、手の使い方とかがすごく好きなので、何回も何回もジャンプ飛んで練習してるのですごいなっていうふうに思ってます。この春、鍵山は昌磨のホームリンクがある大学へ進むことを決意。その理由は、ずっと憧れの選手だったので、本当に近くで見てたくさん吸収していきたいなっていうふうに思ってます。北京を経てお互いへの思いはより高まっているようだ。僕にとっては間違いなく優真くんが今年の僕を奮い立たせてくれたっていうのが大きいと思うので、彼にとっても貴重な存在になれるように走りたいなと思ってます。今までは自分が追う立場としてずっと背中を見てきただけだったんですけど、同じレベルとして競える選手として頑張りたいなっていうふうに思っています。